すぐに違うけど、あなたの飲食店なのね。好きなら割と言えるもんだけど、キュッとしてよちょっと恥ずかしい。ねえ構わちゃうくらい忙しい日々、しのぶのようなこんなぐらいがしい。今朝は駅前で何人とすれ違ったかな。聞いてよ優しい愛の時代、女も男もみんな自分で必死に寂しくて早く寝るのも怖いわ。誰も彼もきっと違うだろうし、わかんなくてもっと冒険ダイバーシティ。傷ついたら傷ついたらと伝えられたら、作らざるゆい愛の時代、それしかないよ実際問題。